福井市のなんてとこや、ここ福井市のなんてとこや、吉原か、吉原け、あ、吉並か、吉並の、吉並のひまわり畑に来ました。あ、ここ道あるわ。え、こっちかね、道あるよ、ちゃんと道あるで。ここの方が逆に危ねえわ。吉波やろ、ほら、綺麗やな。なんか泥になっとるよ、ここ。これが吉波のひまわり畑です。ハチじゃなくてトンボや。でもハチもおるな。ひまわりです。綺麗ですよ。自分もこういうの買えばいいの。自撮りできる、自撮り。ここは何にも咲いてません。聞いた話によると遅咲きのひまわりだそうです。うわー、すごい椅子があります。椅子が、うわ、椅子があります、椅子が。トンボがたくさんいます、トンボが。すげえ。でもちょっと枯れかかっとるやつあるぞ。ええ、私の後ろにオバタリアが2人います。私の後ろに見てください。ここに私の後ろにオバタリアが2人います。ひまわりの、ひまわり畑の中にオバタリアが2人。花の日が落ちる。ほら見て、ほら、オバタリア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 。すごい。あ、本当に見てるね、こっち。すごいな。緑ってさ、緑って一体どこをどう逆にすればいいの？綺麗や。おばたりや。どこのカメラを見ていいの？これ。
見てください、渡り屋が2人ギラ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 笑ってる。意味ないっすよ。意味ないっすよ、それは。なんか綺麗だね。うるせえんじゃん、黙れや、おばたりや。え、地元の人ですか？はい。あ、そうなんですか。地元っていうか福井、福井市。ああ、なるほど。え、ここっていつ咲くんですか？こっちもひまわりですね。それもひまわりだよね。うん。あ、そうなんだ。まだ咲かないやろ。まだ咲かないよ。ああ。トンボいっぱいおるやん、トンボ。あそこのオバタリアン地元の人。何？あそこのオバタリアン地元の人。撮っとるよ。オバタリアン。地元の人やって。聞いた。聞いた。喋ったもん。ゲラゲラ笑いやがって。綺麗ですね。え？はい、こんなで撮ったもいいな。何の？こんなで撮ったもいいわ。どうだろう。涙出る。はい、こんなにいいよ。あんなで撮ったもいいわ。こんなで撮ったもいいわ。今まで本当に。今帰ろう。今のよかったよ。そう、素晴らしい。素晴らしいでした。今のよかったよ。
うですね。ママは何してんのやつ。もう涙出る。いつまで笑っとんじゃん、お前。いつまで笑っとんじゃん、おまたりやんで。いつまで笑ってんだよ。いつまで笑っとんじゃん、おまたりやん。美しい。いつ咲くんかわからん、ここ。こうやって撮ったのがいいわ。ここから咲くの。僕の真後ろにブッサイクな犬を連れた二人組の親子がいます。ブッ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 。わあ、これいいかもしれんね。携帯が重たすぎてダメやつ。だからなんか消せばいいがいいや。どうでもいいやつを。こんないいスポットあったんやがいいや。ね。すごいね。
ひまわりバッグに取る。どうやって一緒に撮りたいの？どうやって撮ればいい？持っとって、ほら、こうやって。ここも撮って。これ私。え、俺が撮ってやる。じゃあ、自由できんよ。うん。お、ここ気をつけよ。うん。ドローンになってる、ここ。インカメンすれん、インカメン。インカメンしとるって。インカメンしとるわ、これ。うん。あのおばちゃんの面白かったな。面白いわ。これでさ、いい撮れ高になったわ。もっとっていっぱいして。あの人がどうしてどこ行った？俺今ビデオの人ってんの。ビデオの人って？うん、それよ。これもうずっと女も出さんといてよ。何だか喋って、私に喋って。なんか不意なか。は？おばちゃん。おばばちゃん。帰るの？あ、美味しかった。美味しかった。美味しかったね。うん。笑えた。私も写真撮ってく笑ってしまった。ああ、悲しかった。地元ないや、しか、あの、福井ないや。すごい。あの、あっちがいっぱいあるんやった、ここまで。あこ行った？どこ？あこ。いや、あこは行ってないよ、まだ。あっちまで。そこから行けるんない？うん、あの人で行ったわ。うん。地元の人らは珍しくないわよ、そんな。あっち行ったわ。あれだ、テーブル。ねーす。ナンバー取ったか。ナンバー取ってない。取ってないかな。そこずっと行けば、ずっとあったかい、ここに危ないの。知っとるよ。みんなこっちが向いとからこっちから撮った方がいいやろ。ああ。すごい綺麗。後ろに綺麗なマダムがいます。グレン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 グ11時、じゃあ1時48分。やっぱこれなんかおかしいなって重たくなってるんて。だからもう、あれはマイナンバー一緒できる。わからん。え、マイナンバー1ヶ月半やって。だから重たいからこれ。あ、消せって、さ、SIM カードに移動させろって。SIM カードに移動させろって。自分200ギガあるんやから、できるやろ。俺120しかねえ、120しか。あれ山本、
あっちの方がこっち向いとるから。うん。こっちのひまわりはほとんど枯れてますね。枯れてます。うわ、この先怖い。怖い。ね。まさかね、福井の吉波とかいう町に、このね、こんな綺麗なひまわり畑があるとは思いませんでしたね。まあ機会があればまた来ようかなと思います。こちらです。すごい。すごいです。またいいんですよ。ね。いっぱいあってトンボもいっぱい飛んでて、でも一番いいことはカメムシがいないということですね。あれがおったらもう、あれが終わったらもう ここに入れたもんじゃない。すごい。ピー。ああ、そろそろ携帯が重くなるので動画の撮影はこれぐらいにします。それじゃあまた。まあ、次の動画の配信はまあ明後日かし明後日頃ぐらいになりますかね。まあ気まぐれで動画してますんで、またその時にお会いしましょう。皆さん、それではバイバイ。